ビーグルクルヤスです。2021年12月22日ニューアルバムプライベートボックスのリリースが決定しました。はい、こちらのアルバムはですね、再リリースしたマイヒーローから4ヶ月連続リリースの楽曲すべて、そして応援ソングソロバージョンで再レコーディングした楽曲を収録しております。完全にもう一人になって一人だけのアルバムとなっておりますね。ほぼベストアルバム、ぜひ聴いていただけたらと思います。基本的にはデジタルアルバムということで、サブスクだったり YouTube だったりね、まあこれからどんどん無料で見れるように PV も新たにどんどん撮っていきますんで、そちらの方もぜひお楽しみにということで、 CD の方がですね、通常より倍の価格を設定しております。もう CD が売れない時代ですから、 CD っていうものに本当に価値を見出してくれてる方だけ CD をゲットしていただければなと思ってます。いや、もうこれでも赤字ですからね、基本ね。うん。それでも届けたいものがあって、受け取りたいって思いの方がいらっしゃれば、ぜひとも、購入していただけたらなと思ってます。また、12月の東京と札幌のライブで先行発売を行う予定なんで、そちらの方も、ぜひよろしくお願いします。それでは、アルバムの方をお楽しみに。ビーグルクルー、ニューアルバム、プライベートボックス。そしてプライベートボックスっていうのは、ここのこと、ここの僕のスタジオの名前がプライベートボックスって言ってます。昔からずっとデモを作り続けてきた MD、 そのタイトルもずっとプライベートボックスっていう名前をつけてました。また原点からスタートしようという思いがある作品になってますんで、ぜひとも聞いていただけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。以上、ビーグルクルヤスでした。